それは一つだけ昔になった戦争の頃のよくある物語。一人の老人がかつて新さんを舐めた泥だらけのジャングルを忘れなかったという。なぜそんな昔の話をいつまでも忘れずにいられたのか。変化することを繁栄と呼ぶ現代にとって、変化しないことは一つの奇跡であり、奇徳であり、奇異とも呼ぶべき出来事であって、ああ、あるものは驚き、あるものは自らを恥、あるものは彼を偉人としてもてはやしもした。結局のところそれは滑稽な世紀の大珍事、もしくはニュースの供給を絶えず必要とする現代という幽霊の気まぐれ。ああ、彼に殴られたのは軍人、刺されたのは元軍人、刑務所に入って囚人、ついた罪状は殺人、しかも二度目の。茶場に出ればすでに老人、気の触れた老人、もしかすると成人、いやいやどこにでもいるただの老人、狂った老人、年老いた狂人とも、ああ狂人を笑い物にする現代にあって、疑うこともなく安穏とした日常の連続に、あの日打ち放たれた一発の小さな粒手が、今も私の心を脅かすのはなぜ、なぜ、なぜ、なぜ。ありがとうございました。